はい、それではね、こちらの記事紹介していきたいと思います。で、この記事なんですけども、撥水加工がね、施された、ペイズリー柄のね、ポリエステルタフタという記事になりますね。はい。で、タフタってね、どういった素材かっていうと、まあ今ね、割とこう需要が高いエコバッグにね、適した素材なんですよね。ややね、こう薄手のこうエコバッグイメージできますかね。そんな素材なんですよね。はい。で、この生地のね、特徴なんですけど、柄がね、割とこうシックな感じでね、いいんじゃないかなと思いますね。その辺ね、なんか個人的にはちょっとね、私も男性目線になってしまうんですけども、落ち着いたね、カラーでね、ちょっと使いようともね、広くね、使えるんじゃないかなと思います。はい。で、この生地の、ね、用途なんですけど、まずはね、やっぱりこう撥水加工がね、施されているので、まあ、エコバッグとか、あとね、ポンチョとかね、レインコートなんかもいいんじゃないかなと思いますね。柄がね、落ち着いてるのでね、非常にね、使いやすいんじゃないかなと思いますね。はい。で、こちらね、生地幅なんですけども、はい、これだけ広いのですごくね、使い勝手が良いかなと思います。で、この記事なんですけども、まあ、最後にですね、プライスの方もね、本当にね、スペシャルプライスでね、提供できましたので、ぜひね、この機会にね、たくさん、購入していただければなと思います。作品のご紹介をいたします。まずね、こちら子供服のポンチョをね、作ってみました。とてもね、可愛く仕上がりました。こちらはですね、フードがついておりますね。このようにかぶれるね、タイプになっております。で、裾回り全体はですね、このように、バイアステープでパイピング仕立てになっております。簡単なね、仕立てになっておりますね。で、とても可愛らしいですね。で、今回こちら子供服なんですけれども、大人のね、ポンチョなんかを作っていただいても素敵に仕上がるんじゃないかと思います。そして、バッグの方もね、作ってみました。こちら巾着型のエコバッグになります。で、巾着型なので、ここを絞るとこんな風にね、フリルも綺麗に出るようになっております。で、一人仕立てですので、とてもね、使いやすく軽くてね、使いやすいタイプになっております。で、このように今回のこの生地はポリエステル 100% ということなので、お洗濯しても乾きがね、早いので、毎日ね、洗って使えるのも嬉しいところだと思います。ぜひ皆様もお作りいただけたらと思います。